こんにちは、えー。今日から宮島ラジオ始まっていきます。初回が一番いい動画になるかもしれないんですけど、天皇杯ベスト16名古屋グランパスに勝った時にいた人に話を聞いていこうと思います。私はいなかったので、中身が全くわからないので、いろいろ質問していこうと思ってよろしくお願いします。 <え><え>じゃあちょっと自己紹介お願いします。<laughs> 自己紹介って何どういう感じすればいいのじゃあ、紹介させていただきます。えー、ジャパンサッカーカレッジ33番。え名古屋グランバス戦の時には左サイドハーフで出場してました、本田です。よろしくお願いします。お願いします。やりにくい。やりにくい。<laughs> <laughs> じゃあもう、最初にもうガンガン質問していきます。はい。 まあ説明するとベスト32でアルテリーボ和歌山 2> そうで,す、ね、で2二1で勝ってその後名古屋グランパス決まった時どう思ってましたか、うん、アルテリーボに勝った後次ってまあ正直なんていうんだチームとしてもやっぱり J1 の相手、うん、J リーグのやっぱチームとやりたいっていうのあったから、はい、そのアルテリーボ戦も もう結構気合入ってたと思うし。勝ったらね、J1 とか。1> 1のやっとできるな、みたいな。結構嬉しい。しいみんな嬉しいと思ってたと思う。じゃあもう、やばいとかじゃなくて、うわ、J1 とできるぞっていうそっちの方で。そうっすね。で、その時の予想スコアというか、実際どう,どうなると思ってましたか実際実際、もう今はもう勝ってるから何でも言えるから、うん、その本当に心の中ではなんなんぐらい。 実際、いや、みんながどう思ってたかわかんないけど、それはね、個人的に。個人的には、まあ、ボロ負けするだ、ないだ。じゃあ、0、3とか。いや、もう、0、そう、たぶん、スコアっていうより、もう内容でも、そう、もうほぼずっとボール持たれてみたいな。もう、ほんとそんな感じになるなとは、思ってた、正直。けど、蓋を開けたら1、0。うん。内容は押されてた うん、まあ、そうだね。やっぱボール持たれてる時間は割と長かったと思う。だいぶ。うん、だし、自分たちも結構ロングボールが多めになっちゃったから、やっぱ。そうね。向こうもでしょ向こうもだいぶロングボール最後なんかめっちゃ入れしたイメージ。まあ、そうだね。本当最初はマシだ。最初は結構下で、まあ俺らもそんな前から行ってなかったから、結構相手もセンターバック中心に、まあ、ボール動かしながらやってたけど、 ほんと最後の最後だけやらせないみたいな感じだった。ああ<ー>、<は>もうゴール前で粘るみたいな。そうそうそう。粘るみたいな。鬼の粘りで<ー>、失点せずみたいな感じだったな。でも最後、その、名古屋のセンターバックの、うん。選手と、あと行くうん。選手、うん。上がってきた時は、だいぶやばくなかった。全然、いけるのな、みたいな感じい。いや、もうだってそもそも、あの時、りょうたくんが、 センターバックに行ってたから、まだ。あ、そっか。あ、そっか、そか、最後。最初、フォワード最初、そう。りょうだくん、フォワードだけど、パトリック出てきてから、りょうくん、センターバック入ってさ、あの、1百九十9 0センチくらいある、フォワードの選手いるんですけど、そう、その選手が、もう、センターバック行って、そこで、最初、最初、力かな力が、 だって、パタリックとマッチによく出てるあののやつが、右サイドバック、いつもやってやつが、パタリックとついてたってこと。そうそうそう。さすがに無理だよね、さすがに。だからもうやばいってなって、もう途中からりょうとくんも下げて、りょうとくんセンターバックで。え、スリーバックえ、どこだったっけなしの君、ん、ゆうまくん。ゆうまくそうだね。スリーバックでやってたからね。あ、剣に左で、犬さん。かバックみたいな感じ。そうそう、多分。確かにそうだね。うわ で、ギリギリまで粘って、勝利。勝利。いや、素晴らしいな。いやー、すごかったね。さすがに。さすがに震えたね。あの時は。あの時はマジで。だって向こうのスタジアムでしょそう、トヨタスタジアムで。すげえわ。相手、こっちの、ジャパンサッカーカレッジの応援もまあ、ギュッて、こう、結構いてグッていたけど、名古屋の方がやっぱそれいるじゃん。そうだね。まあ、めっちゃ埋まってたわけではないけど、やっぱ、うん。 すごかったな。その、俺らまあ勝って試合終了のホイッスルになるじゃん。うん、その後は、もう、名古屋の選手にはブーイングだよね、めっちゃ。もうすごいブーイング。そうそう,ね、そうそう。で、こう、挨拶も行くじゃん。やっぱ選手たち。で、もうすごいブーイングじゃん。うん、で、俺らも、やっぱあの、応援してくれた学生の子たちに挨拶して、その後、スタジアムも一周もそう、挨拶して行ったんだうもも、ね、そうそうそう。そしたらもう、名古屋のサポーターの人たち、うん すごい拍手してくれて、そう。次も頑張れよ、みたいな感じで。いいサポーターだった。え、そう、本当に。えすごい、いいサポーターの方だな。方、方方か。な、なんでや、なんでや。う、ポーめっちゃ上からなっちゃうからね、俺が。そうそうそう。あ、そうなんだ。うん。そこはちゃんと応援してくれて、そうだな。え、で、勝った後のあれは、チームの雰囲気やばいいや、もうロッカーもだった。いや、ちゃいきりでしょ。いや、そうだよね。 <laughs> だってカテゴリー差で言ったら J1 と J5、うん、まあ5みたいなことだから。まそうな4つ、差あるわけだから。ね、いや、そうだよ。そうそうそう。やばいね、本当に、やばかったね。やばいね、それは。もう、大盛り上がり。りい本当に。いやもう、監督は、監督ももうやばいし<前>い <laughs> もうなんか、試合前にそれこそ監督が、なんて言うんだろう。まあ巻いたチームで、J リーグのチームと、 まあ試合したらしいんだけど、その時にまあ、まあやら、普通に勝てなくて、で、試合前にさ、その、俺は地域リーグのチームで JA のチームに勝つことが、あ目標だみたいなこと言ってたんだよ。もう変わなっちゃったよ。変わなっちゃったよ。変わっちゃったよ。っちゃったよ、みたいな感じ言って結構監督も興奮してたと思うよ、あの時は。試合前はね、どういう感じだったもう、もう失うもんないしみたいなそて、そうそうそう。っていうかまあ、正直。うん。 まあ、もちろん、勝ちに行くけど、負けても仕方ないってなる、あれじゃ、カテゴリー差だから、もう全然。まあまあ、そうね。俺らそう、もうほんと、失うもんないから。逆にそれで吹っ切れてんのかな。だから変に縮こまらずって感じ、全員。そうだね。もう行ったろうぜ、みたいな。もう、もう、楽しもうぜ、みたいな。だし、俺らその時さ、公式戦負けてなかったんだよ。あ、なんか、そうやん。前期。十軟連勝、みたいな。そうそうそう。で、 もう、だいぶ多分勢いあって。あそうなんだ。負けるイメージがないのかも。そう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 。結構ほんと勢い乗ってたから、そういうのもあったと思うじゃワンチャンいけるかもって思ってた。まあ、正直。いや、わかんない。みんなはいけると思ってただろうけど、俺は、すがまあ、さすがに結構きついだろうなでも、自分個人ではどれだけやれるか楽しみだな思ったけど。うん、でもまあ、さすがにぐらい感じでしょ。うん。もちろん価値にはいくけどね。そう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 。だって、なくはやじゃん。 でその、名古屋だから。ねさすがに。うん。いや、けど、そりゃそうよな。で、勝ったらもう大喜びでしょ。いややっぱ勝った帰りのバスとかも最高でしょ、もう。最高。しかも、夜もう、もう、マジ寝れなくて。紅白紅白紅白って、名古屋泊まって。そうそうそう。夜試合だよね、あれ。夜試合だ。終わって、まあ、しの君とか、と、後期とかと飯行ったんだけど、飯行って、ホテル戻ってからもう、もう、全然寝つけなくて、そう。こう、多分興奮してんだう。するでしょ。そう。 全然寝れなくて。その時やばかったよ。みんなジャイキリジャイキリですやって。うん、SNS でもだいぶ話題になったからね。いや、そうだよね、うん。YouTube でもコメントブワー来てたし。うん、いや、すごかった。っ取材とかもめっちゃ来たしね、<ジ>そう。学校いや、学校もそうだしな、<あ>新聞の取材とかも結構来たし。いや、来るよね。サッカー専門学校が J1 に勝利した、ね、うそ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 う。いや、それは来るわ。ねえ。 ほんとすごいんだなって思って天皇入って。うん、やすげで、レノハ山口そう、レノハ山口。03? そうだね。<う>結果としては03だね。そうそうそう内容はしっかり負けたうーん、でも、うん、まあ、どうだろうね。まあ、確かにしっかり負けたっちゃ負けたけど、うん、なんて言うんだろうな。その、 うん、なんて言うんだろう。うん、結構、まあ、もちろん内容で負けたっていうのもあるけど、うん、本当に正直なこと言うと、もう、みんな、あの体のあ、そういうことね。そう。ところも来た、た正直だいぶ来てたと思う。<ー>もう 2, 2>, 2週、そう山口言ってるから。うわ、んうん、そうだ。その前が台風で中止になってるし。そうそうそう,そうで。天皇杯とリーグ戦でも水曜試合でなんか日曜なんかかうそう、日曜リーグ戦みたいな。あ、そ,そうだ、そうだ。 中3日でやってて、しかもメンバーもほぼ変えずに、怪我人もいる中。いろいろもうギリギリでやってたから、確かに。しかも強度が2連続で超高いでしょ。いや、そうそうそう。まだね、そうだね。相手が大学生とかだったらまださ、あけど、もうトップの J の人たちだから、そりゃ強度えぐいから、そっか。じゃあまあ、やられたはやられたけど、もう正直体もボロボロ。まあ、そうだね。本当みんな、満身創痍でやったから。そうよね。アルテリオ、初戦 初戦アルテリーボ。でもその、なんで天皇杯自体も結構期間は空くんだよ。あ、そうなのそのアルテリーボあって、2週間くらい多分空いてると思う。2週間くらい空いて、名古屋でまた2週間くらい空いて。あ、意外と空くんだ。そう、レンファンみたいな。その間になんか入ってくるんでしょいや、そう、その間にも毎週リーグ戦あって、それこそ天皇杯入ってくるときは、もう中3日になるし。うわで、あんまり選手もその時は変えてなかったから。そう。 いや、それやばいね。まあでも、まあシンプルにやっぱ、そう、普通に強かったっていうのはあるけどね。そ,ねいやそうか。うん、じゃあ、まあね、時間も来てし,来てしまったんで、最後に、J、その名古屋の選手とか、レノファの選手と、うん、まあ今の J5、まあ、j ブと言わないけど、この地域リーグ一部、二部ぐらいはどう、どう違って、どこがあんまり変わらないところですか うーん、どうなんだよね。ここが違うとか。逆にここは意外と、まあまだ2チームとしかやってないし、相手の調子とかもあるからあれだけど、ほ、うんとその時の感覚で言ったら。まあ、シンプルにベースが、うん、その個人の能力のベースがやっぱ、うん、プロの選手と地域リーグの選手じゃやっぱ違うなって感じ。基礎技術と、そうそうそう。フィジカルも なんか平均的に、うん。なんて言うんだろうな。まあ、多分レノファの選手と名古屋の選手でもまた違うと思うんだけど、そのプロの選手たちやっぱベースが平均、もう全部、ああ、でかいみたいな。7、七割、<ー>70%以上みたいな<ー>、ね。で、武器がちょっとそう,そう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 。で、地域リーグの選手は、全然やれないことはないんだけど、 何かのベースが低いみたいな。ああ、全部は補えてないんだけど。そう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 。っていう感じかな俺のイメージ的には。そうか。外国人選手とかやばかったパトリックとかやばいのいや、でも俺、マッチアップしてないからさ。そうか。そう、でも、やっぱ、まあ、能力違うよね、あれは。体が、とかも。まあ、けど、りょうたくんとかが、ディフェンダーで頑張って抑えてたから。 やれなくはないってことじゃん。うん。らしいよ。俺も、その左サイドで、マッチアップした選手とかもやっぱ、地域リーグだったら全然抜けるとこが、あ、抜いたと思ったら全然追いつかれるし、みたいな。あそこも。うん。ま、でも逆にじゃあ、通用、通用するっていうか、全然できるところは全然できるとこ。できるはできる、やっぱ、プレイを、プレイするってなったら。うん、なんか、あ、もう、無理だな、みたいな感じはないけど、<ー>やっぱ、 能力高いし、うんうん。その、まあ個人でどうにかできるっていう、もう、なんて言えばいいの個人で打開できるほどの余裕は正直なかったかな。ああ、そういうことね。うん、そのプレイは全然できるけど、もう一人で、そう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 。ゴールまでみたいなほど相手も、あまり相手もレベル高いから、うんうん、ああ、そういうことね。とは思ったけどね。けどまあ、 地域リーグでも、J1 戦えると。まあ。まあ、一発勝負ってのもあって、そうそうそう。だイブ本当に。一発勝負で、こっちの、こっちっていうか。何も知らないじゃん。で、ビビらないしね、もう、舐めてないとはいえさ、そりゃ、ね、ちょっとちょっと気緩むじゃん。そうそうそう。そうだね。まあ、それもあると思う。まあ、だから、いや、でもやっぱ、基礎技術が違うのか。うん。だからやっぱ、能力がね。通用はするけど、うん。 やっぱ入って、そこで J で活躍するっていうのはやっぱすごいってこといや、本当にすごいと思う。いやそうだね。もうメいろんな要素があると思うしね。うん、メンタルだったり。そうね。それはすごい。けど、それに勝って、チームの宣伝にもなって。まあそうですね。素晴らしいあの活躍をしてくれました。<laughs> えまあそこに僕は入団しただけなんですけど、残りは、前者、リーグ戦終わったんで、あと、 前社っていう JFL に上がるトーナメントがチケットっていうのがあって、そのチケットにまた参加するための権利を得れる前社。これが5日間連続か。かな連続じゃなかったとしても、本当にほとんど中、もう開かずに5試合最大でやるんですけど、トーナメントで負けた時点でもう、滋賀でやるんですけど、負けた時点でもうシーズン終了。で、3回勝てば、 え、その、チケットっていうのに出れるので、シーズンがまだ12月ぐらいまで続く。JFL を目指せるってことで。まあ、相手はもう、ボンズ、市原、超強いと思うんだけど、まあ、名古屋に勝った、俺たちなら、やれると思うから。<laughs> はい。あの、もちろん相手は強いからね、あの、舐めてることは全くないけど、うん、名古屋に勝った俺たちだったらできるから、最低3回勝って、全車えー、まあ、ベスト4、もちろん優勝狙うけど、 まずベストフォー行って、試験出場決めましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。<laughs> ありがとうございました。した第一回、ええー、宮島ラジオでした。おやすみなさい。最後までご覧いただきありがとうございました。2024年12月31日までに YouTube 登録者数一番にを <laughs> 目指していただくので、ぜひ、面白いなと思っチャンネル登録よろしくお願いします。